三、二、一、ロケット発射！わー、びっくりした！飛びました！トゥインクルさん、何が起きたの？お野菜パワーでロケットを飛ばしたんだよ。お野菜で？よし、じゃあ今日はお野菜パワーでロケットを飛ばす実験してみよう。楽しそう。いくよ、キラリン。いっさー。まず、人参をすりおろしていくよ。人参。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし、これくらいで OK。少ししか使わないんだね。うん、ほんの少しだね。そしたら、この人参をすりおろしたものをぎゅっと絞って水気を取るよ。ぎゅ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 、縛るよ。じゃん、人参おろしをね、これくらい使うよ。ティン、調味料ボトル。調味料ボトル、うん、こんな感じの小さくて固い入れ物を使ってみてね。あ、お家にあるかも。あとね、フィルムケースでも OK だよ。わかったよ。うん、今日はね、蓋を取り外して使うよ。この人参おろしにあるものを注ぎます。そのあるものとは、じゃじゃーん、オキシドールです。パワー？オキシドール？怪我をした時にね、使ったりするよね。この人参おろしにオキシドールを入れて、あるお野菜さんで蓋をします。蓋？その野菜さんはね、てぃん、じゃがいもです。じゃがいもさん？じゃあ、じゃがいもさんを1センチくらいの厚さに切るよ。1センチくらいの厚さ、これくらいかな。後でね、お味噌汁にして食べようね。はい、1センチくらいの厚さに切りました。そしたらね、こんな風に輪切りに切ったじゃがいもをボトルの蓋に合わせて、こういう感じのね、小さいお皿や板をね、この上にギュッとかぶせます。そしたらギューって押してくり抜くよ。人参さんとオキシドールが出会ったら反応が始まるから、手早く作業するのがポイントだよ。手早くだね。イメトレ、イメトレ、イメージタイミング。人参、うん、おろしたものを入れて、うん、オキシドールをね、オキシドールを入れて、じゃがいもこうやってかぶせて、ポンってね、くり抜くよ。じゃがいもの蓋をしたらね、どこに飛ぶかわからないから、ちょっと離れたとこで見よっか。飛ぶかな。イメージトレーニング完了。はい、人参おろしをちょこっと調味料ボトルに入れるよ。オキシドールもね、ちょこっと、人参おろしが浸るくらいまで入れるよ。入れました。はい、そしたらじゃがいもさんで蓋をするよ。よいしょ、蓋できました。そしたら、はい、飛ぶかな。ほほ、ハラハラ、ドキドキ。ロケット飛び上がったね。すごいすごい。このボトルの中でどんなことが起こっていたのかな。シュワシュワって言ってるよ。今日の主役はね、じゃん、カタラーゼくんと、そこに入れたオキシドールさんです。カタラーゼくん、オキシドールさん、うん、カタラーゼくんは人参の中にいたんだよね。そうだよ。お野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維などが含まれているよね。うんうん。その他にも酵素という物質も含まれているよ。酵素？うん、酵素。酵素。酵素はね、みんなが食べたものを体の中に取り入れやすい形に変えて、消化吸収を早めてくれたり、できた栄養がエネルギーなどに変身するのを助けてくれるんだ。へえ、すごいな、酵素。酵素にはね、たくさんの種類があるけど、その中の一つがカタラーゼくんだよ。カタラーゼくん、うん、オキシドールさんは僕、怪我した時に見たことあるよ。傷口をきれいにするために使ったよね。うんうん。オキシドール、別名過酸化水素は、水と酸素に少しずつ変わっていく性質があるよ。水と酸素に？このオキシドールさんにカタラーゼくんが出会うと、カタラーゼくんはオキシドールさんが水と酸素に変わっていく反応を早くする働きがあるんだ。そうなの？うん、オキシドールを怪我した傷口に塗ると白い泡が出ることがあるよね。うんうん。これはね、実はカタラーゼくんが傷口にもいるからなんだ。へー。
傷口にいるカタラーゼが塗ったオキシドールを分解して酸素を発生させて、この酸素の泡の力で傷口がきれいになるんだよ。なるほど。だからね、ボトルの中でオキシドールとカタラーゼが出会うと酸素の泡がブクブク出てくるよ。やがてね、いっぱいになった酸素が外に出ようとする力、圧力に耐えきれなくなって蓋が外れてポーンとロケットのように飛んでいったんだ。すごいすごい。うん。ウィンクルさん、カタラーゼくんは他のお野菜にもいるの？大根やジャガイモなどいろいろの野菜に含まれているよ。そうなんだね。ウィンクルさん、僕他のお野菜でもロケット飛ばしてみたいな。うわー、いいねいいね。ウィン、人参さんと大根さん、ジャガイモさんでお野菜ロケットやってみよう。やってみよう。うふふ、わーいわーい、楽しみ。よし、そしたら準備をしていこう。イエスター。じゃあまず野菜をすりおろしていくよ。大根、大根さん、じゃがいもさん、人参、人参さん、すりおろすよ。すりすりすり、みんな揃ったよ。すりおろし完了だよ。そしたら野菜おろしの水気を絞ってボトルの中に入れていくよ。最後の1個どうしよっか。全部のお野菜混ぜてみようかな。いいアイデア。3つのお野菜をミックスして入れてみようか。どうなるかな、ワクワク。はい、3つのお野菜入りました。ワクワク、やってみよう。パフパフ。じゃがいもさんからいってみようか。じゃがいもロケットさん、ロケット台に設置完了。真上から見たら危ないからちょっと離れてから見ようね。オキシドールさん、いくよ。はい、じゃがいもで蓋をするよ。おい、ドキ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 。どうなるかな。どこまで飛ぶか。おお、飛べました。飛んだよ。次はじゃじゃん、大根ロケットの登場です。大根ロケット、オキシドールを入れるとじゃがいもさんで蓋をします。えい、蓋完了です。飛ぶかな。ワクワク。飛ぶかな。ね、ちょっと遅いね。うん。おお。飛びました。時間かかったね。びっくりした。次は。はーい、人参ロケット参上。でで。人参ロケット。オキシドール。よいしょ、ほいほいほいほ、設置完了。おー、楽しい。びっくりした。びっくりした。よいしょ、じじーん。はい、ロケットここまで飛びました。すごい、遠くまで飛んだよ。はい、最後は3つのお野菜が入ったロケット、3つのお野菜がミックス、トリプルパワー。どうなるかな。はい、オキシドール、ワクワク。飛びました。はい、じゃがいもで蓋をするよ。蓋したぞ。わー、楽しい。どこに飛んだ。うわー、人参より遠くに飛びましたね。え、ドキドキ、ハラ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 、ドキドキ、ハラハラドキドキ。楽しかったね。わあ、楽しかったな。お野菜の酵素カタラーゼくん最高。うんうん、そうだね、カタラーゼくんすごいね。あとはロケットどうしたらもっと飛ぶかな。他の野菜でもやってみたいな。うん、そうだね、どんなお野菜が高く飛ぶかな。野菜やオキシドールの量を変えたり、ボトルの大きさを変えたらどうなるかな。うんうん、どうなるかな。うん、いろいろやってみたくなってきたね。ワクワクしてきたよ、ね、ワクワクしてきたよ。みんなもいろいろ実験してみてね。とっても楽しかった。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。うん、みんなも今日やったお野菜の酵素パワーで飛ぶ野菜ロケット
ハラハラドキドキでね、とっても楽しかったね。ぜひみんなもね、カタラーゼ探してみてね。みんなのね、食べてみたいお料理とかね、やってみたい実験、不思議に思うこととかね、マンモね、タラとインクルさんとキラリにも教えてね。待ってるよ。バイバイ。キラキラリ。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。上だよ。当たったかな？